はい、本日はですね、さっき書いてくださってる方もいらっしゃったんですけど、てれ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 
ました。江戸川コナン、そして工藤新一くんの誕生日です。おめでとうございます。はい、というわけで今夜ね、こう偶然なんですけど、今夜のチャンネル向けの放送では、劇場版名探偵コナン、探偵たちのレクイエムをピックアップしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さてこちらの作品ですね、10周年記念の、超大作と言われているシリーズもなんですけれども、10作品目ですね。懐かしいですね。もうなんか結構前だ。いつだったっけ ?2006 年だったかな、確か。2006年だったんで、14年前とかだから僕も。12歳とかかな、なんか小6とかかな、多分僕が小6、中1、どっちかの年ぐらいですね、そんな前の、はい、あの映画なんですけれども、はい、まあキャッチコピーはね、タイトルのなんかポスターにも書いてあったんですけど、探偵たちを安らかに眠れって、誰が眠んねんって話なんですけど、子供の時に、誰が眠ってしまうのって思ったのはすごい覚えてるんですけれども、キャッチコピーの通りですね、服部平次だったり、怪盗キッド、あと、白馬くんとかも出てくるので、探偵たちが大集結して作品を盛り上げていくっていう内容になってますね。はい、ざっくりとした話はこんな感じです。謎の依頼人から招待を受け、横浜の高級ホテルレッドキャッスルへやってきた小五郎とコナンたち、ところが依頼人の仕掛けた罠にかかり、蘭や少年探偵団たちが人質に取られる。彼らを救う条件は、ある事件の謎を12時間以内に解き明かすこと。コナンと小五郎は依頼人からのヒントを頼りに捜査を開始するが、てんてんてん。てれ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 。これ書いてて遅れました。こだわってますね。こだわりました。ただ見て、ここちょっと余ったんで、無理やり、まるでごまかした。ごまかしたから半端じゃない丸だったわ、今見たら。はい。はい、ちゃんとちょっとここの色をこの変えて、はい、名探偵とかの色もちょっと変えてやったんで、ちょっとだけ前やってたフリップよりはちょっとクオリティが上がったかなと思うんで、はい、不要不急の丸。そうですね、ですはい、そんな感じ、紙芝居ではありません。はい、というわけですね、じゃあですね、何か紹介していこうかな。まあせっかく、じゃあまずさっきレッドキャッスルに向かってるっていうのがあったじゃないですか。本当に冒頭がなんか車の中のシーンから始まるんですよ。小五郎が運転してて、少年探偵団と、ランちゃんが乗ってるっていうところなんですけど、そこで一番好きなのが、本当だ、くるくるくるってなった。本当だ、くるくるくるってなった。皆さんはなんてない、皆さん大丈夫だと。ポンコツなのこのパソコン。失礼なこと言うよね。ガードウィッシュ、何も分かってないくせに。はい、Wi-Fi が何か分かってないな。 Wi-Fi 分かってない、飛んでるやつ。はい、車の中で始まるシーンなんですけれども、僕はそこで一番好きなのがやっぱ灰原哀ちゃんの大人っぽいところなんですよね。なんかこんな車で行くんじゃなかったよみたいな感じで心が言ってて、みんなが本当だよみたいなった時に、うるせえうるせえみたいな喧嘩してたら、こうやって哀ちゃんが行く、モノマネするよ。モノマネではちょっとできないの。だって林原さんだからモノマネはちょっとできないけど、あと5秒、今すぐハンドルを切らないと5秒後には壁に激突するわよ。かっこいい。すいません、そんなでしたっけ。冷静沈着でございましたね。そうなの、そこ好きなのが、やっぱ普通はね、子供だからわーって一緒になるんだけど、やっぱ愛ちゃんはね、もうコナンたちは知ってますけどね、子供に見せかけてるけど子供じゃないので、大人びてるんですけれども、あそこはすごい好きなんですよね。5秒でってすごいよねと思って。だって普通さ、言えばいいじゃん。危ないですよって。心さんって。心のおじさんって。後ろを向いて運転は危ないんで前向いてくださいって言えばいいのに、こうだよ。あと5秒。あと5秒で激突するわよって。普通だったら、あと5秒で激突するんで、ちょっと前向いてください、前向いてくださいって。ならないんだよ。これならないんだよ。そこがいいんだよ。そこが好きなんですよ。すごいね。声のボリュームがゴールデンウィークだね。そうですよ。ゴールデンウィーク溜まってるから、もう熱海から何も出してないけど。
たまに溜まってるから、イエーイこれで今でもまだ7割ぐらいだよ。本気出せるから、本気出したらなんかあの喉元が取れ落ちるから絶対取れるから。でも映画の冒頭でちゃんとキャラクターの説明とかあったね、映画のね。ん、何映画のことで、愛ちゃんは何かとか。あ、そうそうそう、なんかマネージャーさんも一緒にあの見させられました。見て、見させあ、見て、え、拝見しました、はい、見て、見させられたらやばいですよね。自ら、はい、見てくれたんですけど、あのアガサ博士にすごい食いついてました、ね、誰誰って言って、あのおじさんだって言って違う、そう、見たことありましたから。そうそう、でもまあまあ、でそれでちゃんと愛ちゃんがあのこうこうこうで黒ずくめを抜けて薬を飲んでちっちゃくなって抜けたんだよみたいな、あの説明してたんで、あ、そうなんだみたいな言って、あの最初の絶対あるじゃないですか、俺は高校生探偵工藤新一っていうあの決まり あの始まりがあるんですけど、あそこから先はちょっとあの映画で変わったりするんですけど、あれの説明をあのすごいちゃんと褒めてくれてたんで、すごいいいなと思いました。いや、誰があの知ってるかとかね、コナンの正体を知ってるかとか、ちゃんとラインナップされてたから。そうそう、誰が知ってるんですか、アガサ博士、あと両親、コナンの両親、服部平次、灰原愛っていうのが出てて、ね、こうやって最初パソコン画面みたいなやつよね、クリッククリックみたいな。そうなんだけど、なんでアンちゃんは気づいてないんだろうねって言ったらすごい怒られました。そう、それ言ったらもう元も子もないでしょ。なんでランちゃんとか小五郎のおじさんは気づかないんだろうねとか言い始めて、途中でいやいやいや、それそんな言ったらもうコナンじゃないよって、もう無理だよって。すいませんでした。そう、もう最終回を迎えるんです。すいません、正体バレて、すいません、スルーします。そうだから楽しめるんですよね、まあ、アニメってそういうもんですよ。はい、まあそこのシーンが好きなんですけれども、まああとあのさっきも言ったんですけど、あのレッドキャストについてあの招待されて、みんなの手首にあの VIP パスみたいなのつけて、あのみんなが先に遊園地に行って、コナンと、なぜかコナンと、心のおじさんが残される。心のおじさんはあの依頼が来てるんで、あのしょうがないんですけど、なんかコナンも君も残ってくださいって言われて、そしたらなんかこうピッピッピッみたいなのやって、なんかこうカーテンがシャッシャッシャッみたいな閉まって、何これみたいな、うんって見たんだったな。そうだよ、そうだよ、なって、そうそう、まあそこはランおらんねんねんなんですけど、おらん行っちゃったんですけど、遊園地ラン遊園地おんねんなんですけど、それだった時にやっぱハイテクだなと思ったのが、あの椅子のところ、覚えてます、あのここがあのこのなんかの指紋認証みたいなのついてて、はい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 、そうやっぱあそこでね気づくんですよ、やっぱりコナンは。あのこうってすごい、なんだろうこれって、なんかこの部屋とすごく合ってないねって可愛く言って言って、おっしゃってました。ゲンタがケチってんじゃねえか、ヨウナにケチってんじゃねえか、ほぼジャイアン、ほぼジャイアン、そう言って、でもあそこで僕がいいなと思ったのは、まあね、普通みんなこうじゃん、なのにハイバライはやっぱりこれなんだよ、触れてないんだよ、これ触れてないんだよ、ハイバライはやっぱり触れないの、余計に物に触れない、やっぱこれが落ち着くんだよ。大人びてるから一歩上行ってるんでそこら辺の子供より一歩も三歩も上行ってるんで、はい、そこ注目ポイントなんでぜひ見てください。ハイテクポイントもありつつ、あのすごい始まりのシーンなんで、すごいゾクゾクするんでぜひお楽しみください。もういろんなねポイントがね あるんですけど、でまあ事件解決しますみたいになります。解決していくために、こうしてください、あれは手首につけたのは、まあ、実は爆弾ですよ、プラスチック爆弾で、遊園地の中に入って、あの入っちゃったら、もう一回入ったら出ようとしたりとか、出ちゃうともう爆発しちゃうっていう設定なんですよ。それであのコナンがこうクスッとやってってやって、あの覚えてます、マネージャーさんがおおすごいジャンプ力って言って、あの机の上をヒューって飛んで窓の方を見に行って、ハイバラハイバラってやるけど、もうハイバラたちみんな入っちゃったって、で最後ラン入んねんラン入んねんビップでね、そうビップで入んねんっていうところなんですけど、そうあそこの後のシーンなんですけど、あのちょっとこれ、いやついに動きます、これがいきます、動きます、つい動きます、ピン、いくつかのヒントが出されるんです。最初のヒント最初のヒント TAKA3-8 こちらです、はい、TAKA3-8 なんのこっちゃろって感じなんですけど、これ言った時にね、あのその依頼人の方がね、あの言うんですよ、今からヒントは一度しか言いません、TIKA3-8 言った、TAKA3-8 言った直後に、心のおじさん、どういうことだ、もう一回言ってくれ今3秒前に一回しか言わないって言っただろって、おちょこちょい、ね、あのおちょこちょい突っ込みたくなるんですよ。それにそこに
あのやっぱりね、心のおじさんはそういうのはね、やっぱ熱血系なんで、もうランのことがかかってるから、おい、どういうことなんだ、もっぺんってくれってなるけど、コナンはね、ここで、ちゃんとメモってるんですよ。PAKA3-8、ちゃんとメモってるんですよ。ほら、子供の方がしっかりしてるんだよな、やっぱり。子供、まあ、高校生。まあ、高校生だけどね、ほら。で、そこがね、すごいな、おじさんがね、もう、あのそうやって先走らんでもって言いたくなるポイントなんですけれども。あの映画と同じ速度で今、あの解説が始まる。でしょ、あと15分、はい、20分ぐらい。やばい。で、TAK38、僕が一応伝えたかったのが、これ見た瞬間のマネージャーさんのポイント。タカさん、誰って。これ言うと、タカって呼んで、タカって誰って言って、ね、タカなわけねえだろって。タカ 3-8 って、お笑い芸人、ソロ芸人みたいな。ピン芸人みたいな。タカ3-8みたいな。いや、コンビ名みたいじゃない？違うよ、もう。そう。まあ、これがね、後々ね、あの、そこも、コナンはこれを解くんですけれども、本当に冒頭ですぐ第一のヒントはあのクリアしていて、どん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 やっていくんですけれども、まあ、あの1個目のヒントなんで、こういうふうにヒントがいくつか出されますよっていうのも一つのポイントなんで、なぜかヒントは出してくれるんですけど、こっちから聞くことはできないっていう、本当なんかもう やばいルールなんで、なんか専用の、そう専用の携帯をもらってて GPS ついてて、警察に行ったらバレるし爆発させるよって言われてるし、もう脅されてるんですよ。だからね、あの自分からは電話できないっていうね、そんなところなんですけれども、名探偵たちが活躍していくんですよ。そしてですね、はい、さっき行きましたね、 VIPID というねワードが出ましたね。 VIP パスですね、いわゆるこういう、はい、僕気になりました。パン VIPID なのにアトラクションの列に律儀に並ぶランたち。これ多くのテクトの気になるポイントではあるんですよ。あの普通に気になりません？だって、あ、VIP パスなんだと思って、すごいなと思って、もう時計みたいなやつさと思ってね、今ね、あのいろんなね、某あの海のね、あそこのホニャララランドとかさ、なんかあのパッケージ場みたいなイメージだけど、そうそう、みたいなイメージだけど、そういうとこでいろいろあるじゃん、なんか携帯の QR コードとかさ、チケットとかじゃん。違うんだよ、時計なんだよ。で、なのに、並ばせる。だから、聞いたところによると、ご飯やドリンクは全て無料。お金あるのにね。そう、お金あるから別にいらないじゃないですか、多分。そんなにね、しかもそんなに言うてじゃないですか、ご飯食べたり飲んだり、そんな食べ放題じゃないんだから。でもね、ファストパス的なのはない。これがポイントなんですよ。それが欲しいんだよな。いや、そう、いや、一番欲しいねんって。それが欲しいんだよな。ファストパス一番欲しいねんってね、やっぱあのアトラクションにスーパースネークっていうアトラクションがあるんですけど、あのすごい超人気のやつで、もうほんと3時間待ちとか言ってるやつなんですけど、それにやっぱ並びたい、並びます、全然進まないです、ほらファストパスあればってなりますよね。すごい並んで、はい、お腹空いてたもんね。そうなんですよ。そしてそこで VIP というワードが出ましたね。はい、 VIP、 そこの下りやってて全然進まないですね。次に現れたのがその子登場。こちらです。あの僕もあの第二の推し、もはや、はい、女の子の中では、いやもうね、ランはもうあの殿堂入りしてるんで、カズハちゃんが第一なんですよ。素敵カチューシャの女子ね。そうで、あの素敵カチューシャの大金持ち、その子大先生に登場します。行ってみたいセリフです。あのホテル、パパが建てたようなものだから。これ注目ポイントです。これいいですよね。もうセレブしか言えない、これは。物語に全然関係ない。だってこれ言えないもん、これ。だってさ、言ったことある？例えばさ、駅前とかでさ、あ、お待たせ、あ、すごいね、この建物。あ、これ、パパが建てたようなもんだからさ、行ってみたいですよね。マンションとかでもいいですよ、家でも。言えない。建てたようなものっていうところに余裕感マジで。しかもパスを自分のものか、自分のものをやる。そうだよ。って言って、そう疑ってた、ね、疑ってるんですよ、園子さんね。別に園子だったら変だし、VIP なくしたって言ったらもう一個もらえるじゃないですか、言えば。なのに、ランがつけてるの見て、あれそれ私のやつ。ひでえ、親友とは思えねえ。あれびっくりした。すごいびっくりしちゃう、もう本当に。言えば言葉にね、重みが違うんで、発言がやっぱもうお金持ちだから、もう堂々としてるんで。そこで強気で一貫で読むその子の好きなとこなんですよ。違うよ、これ私のもらったものなの。へえ、そんな VIP パスをあげるような客いるんだねって言ってましたよね、その子は。まあそんな感じでね、その子の話出たんで、ちょっとその子をね、個人的にまとめました。はい、じゃじゃん、その子ポイント。そんな出てこないのに。はい、そんな出てこないのに。はい、これもね、とってもいいところで、ちょっとあんまり時間がなかったんで書けなかったんですけれども、ポイント1、これセリフですね。見た人は、覚えてると思います。見てない人は、あ、ここかってわかります。園内をちょっと出ようとします。でそれで、園内出たらやばいですね、ランたちが。で、なんとか灰原が止めます。それで、あ、私たちちょっと、カズハちゃんと二人でちょっと
医務室行ってくるから先一人で行っててって言った時に、あ、うん、そうだよね、心配だもんね、行っておいでって言った後にランたちが向こう向いた瞬間に、いや、けぐいでもすっか苦笑いで、それで先で行くんですよ。あれいい、あれ可愛いですよね。やっぱそうですよ、分かりますよね、あれ可愛いですよ。でそこ何がいいかって、本音が出るのが人間らしくていいっていうところですね。これサブタイトルですね、僕の中で。やっぱ お金持ちだから何なのみたいな、そんな後でいいじゃんとか言いそうじゃん。言わないの、やっぱり子供たちは大切だし、ランちゃんの夫たちも大切だから、え、どうぞどうぞ行ってきなって言うんだけど、一人になった瞬間に本音を言うあたりがすごく人間、あ、お嬢様でもちゃんと人間なんだっていうのを感じるポイントです。はい、そして2、はい、ここ2ですね。ここも園内の入り口付近での出来事です。大体今回その子は入り口付近で活躍してます。園内の入り口付近で、はい、泥棒が、ね、出るんですよ、ひったくりがね、うん、ひったくりが出て、あの園内で少年探偵団その子カズハを探してるんです、その犯人をで見つけて追いかけていった時に、なんやかんやありまして、あゆみちゃんが捕まっちゃいます。捕まって、おーって こいつ殺されたくなかったら動くんじゃねえぞ、園内出ようとします、やばい、園内出たらあゆみちゃん爆発して、なんならその犯人も一緒に死んでまうやんってなるじゃないですか、という設定ね、そう、という設定、まずいまずいってなるじゃないですか。したら、やばいどうすんねんってなった時に、なんか音聞こえます、ピッポッパッポッピッポッパッポッ、携帯をいじる音聞こえます。なんだこれ、後ろ見たら、ちょっとここは入り口でしょ、出口は隣、パン、怒鳴ってもダメ、ルールは守って、全くいい年してこんなルールも守れないなんて。はい、これが僕の大好きな一連ですね。今回の鈴木園子の長台詞です、唯一の。はい、ガラケーをパポパポしながら、ここです、そこにそのシーンにかけてますからね。はい、ここすごいいいです。だってね、そこのいいポイントってね、やっぱ強気じゃないですか。でね、あれ多分その子って意外とやっぱちゃんとね、ビビリなので、多分あれが例えばパッて見た時に刃物を持ってて、あゆみちゃんこうなってるのを先に見ちゃったら、ちょっとやめなさいよってなると思うんですよ。でもならない、やっぱ携帯いじってるから強気なのよ。あれ入り口はなんか止まってんの、入り口から出ようとしてんの、ちょっと入り口でしょ、あ、出口隣の人はあっち行けないよって、あれね、やっぱね、それ何がいいかってね、意識してない時の方が人って強いんです。これね、人間のそういう心についてますねと思いました。やっぱり意識してない時とかの方が人って新たな境地に行けたりするんで、これはね、すごいその子を通してそういうメッセージが伝わるなと思います。はい、そしてだから小五郎さんとかも強気なんだ。あ、そうですそうです、分かってないから。はい、はい、そしてですね、3、どんだけその子あるのって感じですけど、これは本当に、本当にラストのラストの方ですね。もうみんながこの VIP パスをつけてて、みんなはその知らないけど、灰原が黙ってあげてるんで、でも刑事さんとかアガサ博士とかはみんな知ってて、でやっぱランはね、気づくね、そういう時に、なんか、うん、何かあったんですか、刑事さんがたくさんいらっしゃって、いや、なんもないよって言って、やっぱ、ね、ランはね、考えから気づくねんって感じなんですけど、そこでね、もう平次とコナンが一生懸命ね、やってるんですよ。そしたらもうね、これネタバレしてますけど、ネタバレですネタバレですよね、こういう時ですよね。部屋で待ってる、その子たちのなんかその描写みたいな、こうみんな行くんですよ。みんなが一生懸命こう、パスワード何なんだよってやった時に、もう時間がね、みんな大したネタバレじゃないで大丈夫なってる時でしょ、ピッピッなってるでしょ。そしたら、あれ僕気づいたんですよ。子供の時気づかなかったんですけど、大人になって気づいたんです。あれちょっと待ってよ、ランカズハちゃん、分かる、少年探偵の分かる、ん、今なんかその子映ったな、あれ爆弾ついていないのになぜかランたちと一緒にいるその子、こちらです、注目ポイント。はい、こちらです、完全なる巻き添え事故です。こちら巻き添え事故です。私が間違った、はい、巻き添え事故ですね。はい、未遂で済んだんで大丈夫だったんですけれども、あれは本当に言うべきですよね。だってみんなついてるんだよ、ランたちは知らない、おい、めぐれ警部と、お嬢様がね、お亡くなりになったら、もう、ジロキチおじ様が大変なこと、パニックになりますよ、もう。VIP ですよ、本当に。VIP ですか、本当の VIP ですよね、はい。すごい、ついてないのにいるっていう、その本当に、言えばいい、ちょっとって、その子さん、ちょっとこちらへって、あ、何って言って、言った方がいいじゃん。言わないのね。例えば、言ってて、その子も、ね。当然持ってるって思ってる、どうですか、甘いね。警察としては。VIP。あんなに肩出しの服着てんのに、夏場で、冬場だと分かるよ、見えないけど、夏場だよ、夏場でここについてないのにね、あれはね、刑事としてはどういうことやと思うんですよ。僕、その子好きとしては言いなさいって、例えば言って、いや、その子って言うかもしれない、私、ランのためだったら私も一緒にそばにいるって言うかもしれない、そうだったらそういうシーンを作ってほしかった。
削っちゃいけないシーン、そう、削っちゃいけないシーン、ここでした。はい、こんな感じですね。はい、そして最後もう一個あります。大好きキッド様に気づかない、気づかないんですよ。いつもキッド様、キッド様言ってるじゃないですか。 VIPID がカバンの中で出てくるシーンがあるんですか。その最後に VIP のパスがあれカバンから、あれ最後出てきた、あ、出て、あれ何これみたいな。でね、なんかあの黄色いペンキついてる、それはね、あの1個最初に前振りがあってそれに繋がってるんですけど、それ言わないです。で、あのなってるんですけど、それを見たら、いや気づけよって、それなかった VIP パスがなくて戻ってきてんねんで、あんたの大好きなキッドが近くにおってんって、なんで気づけへんねんって、はい、すいません、あの20分ぐらい喋ってますけど、やばい、本筋に全く関係ないです。いや本筋はだってもう見れば分かるから、だからここはパワダの視点でいいから。そうですね。そうでね、あの最後ジェットコースターでわーってやるじゃないですか。あ、本当あるんですよ。最後みんなジェットコースター乗れるねってなった時に、ジェットコースター乗ってる時に、あの怪盗キッドが、ね、飛んでくるんですよ。こうやってハンググライダーでこうやってで、あの爆発の、あの時計をピッてこう持って行って、あの助けてくれるんですけど、その時に気づかないんですよ、その子また。いやですね、ごめんなさい、ちょっと話変わりますけど。変わるかい。変わります。灰原哀ちゃんの今回の好きだったシーンで、冒頭も好きなんですけど、すごい、体調崩して寝込んで医務室にいるっていう設定なんですけど、それの時の愛ちゃん可愛いですね。ランとカズハが来た時に、大丈夫大丈夫って時に、こうやって布団をね、こう布団をここまでかぶって、こうやってここまでかぶって、ずっとそばにいてねって言った後に、なんなんこの子めっちゃ可愛いやんって、あのカズハが言った後に、あー疲れるわこの芝居って、心のセリフがあるんですけど、それがすごい好きなんですよ。あれはね、あのすごい誰よりも、あの演劇派、そっか、そんなところで布団が役に立つ、そうそうそう、誰よりも演劇派女優だなと思いました。演技派女優、あ、演技派女優だし、あのやっぱ可愛らしいところもちゃんとアピールできてるんで、あのそこはギャップ萌えというかいいなと思いました。はい、そしてはい、ここですね、マネージャーさんの、さっき話してたんですとこ行ってきましょう。マネージャーさんの中に今回ちょっと推し面ができたそうです。あ、できました。木崎恵里さんですおめでとうございます。ランクイン、はい、かっこいいわ。かっこいいですよね。木崎恵里さんはね、あの心のおっちゃんの、お嫁ですね。だから、ランのお母さんですね。はい、で今回弁護士さん、ね、そうそう、事件をちょっとあの一緒にこうちょっと手助けしてくれるシーンがあるんですけれども、そこのシーンでね、やっぱかっこいいんですよ。まあ、分かった、調べるわって言って、あなたって言って、なあエリー、俺に解けると思うか、この事件、捜査は足でじゃなかった元刑事さんあ、そうだな、そうだった、資料頼む。で、でしょ、でしょ、その後のこのエリーさんのこう夕日を見てるね、横の絵猫どうやーで、ガス張りの猫に気づく、ゴロ来る、おい猫のちゃん叩く膝パンパン叩く、パンパン。でその後にね、来るじゃないですか、失礼します、どうぞ、あれ電話してなかったですか、電話してたわよってかかってきたわよ、ね、そう、秘書が来るんだよ、とっても嫌なやつからね、ゴロちゃん旦那からだなっていう一連が好きなんですよ。あの寸劇が好きなんですよ、僕は。あの旦那が結局嫌だ嫌だって言ってるほど好きなんだなっていうのが伝わってね、イチャイチャしやがってって思うんですよねはい、以上です。で見事そこの、ね、かっこいいシーンでマネージャーさんのねランクインしたということで、今後も注目していきたいと思いますね。はい、よろしくお願いしますはい、であと僕がね前も言ったと思うんですけど、もし自分が実写でやるなら怪盗キッド様をやるか服部平次さんをやりたいって言ったじゃないですか。関西弁で役立てると思うんでやりたいんですけど、それで僕はもう習得したとかあります。とある横浜の大学でのシーンなんですけど、見た人は分かると思うし、見なかった人はこれから見て、あ、ここかって思い出してください。いきますね、モノマネ。おい誰かいい日のか、あいんでいこってこての関西弁、あそこマネージャーさんがすごく笑ってました。ハインデイに笑ってました。雑だなと思ってそう、ハインデイなんですよ。ハインデイじゃなくてハインデイいや、それより私なんか出てきた時に、うん、何だっけ、色黒関西人って言われてた。あ、言ってた、心はでしょ
なんで色黒が関西人がここにいいんだってやつだからその時に目の前に色黒関西人がいたからちょっと笑っちゃった。怒んでいい怒んでいいちょっとすいません。そんな感じでね、はいはい、平次さんがねその好きなポイントなんで、で今回本当に平次はあのそれ面白いって面白くないですけど勝手に僕的には面白いですけど面白いシーンもありつつ、すごくやっぱり平次のあの心のなんか強さみたいなものだったり、やっぱ頭の良さ、やっぱコナンと組むことで の, あ の, このパートナーっていうか相性の良さみたいなのもすごく描かれてるんで、あのぜひ見てください。タワンディーおこんでいいすぐそうやっていくわ、もう、はい、そんな感じですね。あ、じゃあこれは言っとくか、あのちょっとカズハちゃんのことちょっと言えてないんで言いますね。あのさっきあのちょっと先に落ち言っちゃったんですけど、あのその子があのあゆみちゃんをあの偶然助けるシーンなんですけれども、あの犯人をこうみんなで追いかけて行った時に、あのランが待ちなさいって言った時に邪魔すんじゃねえってよくあるね、よくあるランおんねんおんねん待ち構えんねん、こうやってしたら大体みんな知らない女のくせには、したらヘイヤー強い空手やってるから関東チャンピオンが強い、バーン投げる、うわーガーだってくそー、あの女強い、あこんなところに細い女がいるじゃねえか、カズハの元に行きます、やばいカズハちゃん逃げて、えいバーンって投げるなんとカズハも意外と行けます。してカズハが投げたところにはバーン、あゆみおったー、あゆみおんねん横に。その時のカズハの名言、下田で済ました、こいつ下田で済ました、あかんって、せめてあゆみちゃんとかやめてとか言って、下田いいですね、あそこ好きなんですよ、あの本音が出ちゃったね、多分よしよし来い来い来い、あ、しもたっていうね、やっぱ人間のね真相がすごいね、あの描かれてます。いい演技ですね、いい演技ですね、あそこは、はい、あそこ好きなんですよね。からの佐藤刑事の華麗なアクションっていうのが素晴らしいですね。覚えてますか、誰って、あの佐藤刑事、佐藤刑事って、あの女性の、あ、はいはいはい、はい、高木刑事と一緒に、あのちょっともう5人ぐらい前しか覚えない、そうね、刑事いっぱい出てきてね、あのプライベートであのその一緒に女子ね、女子ね、そうそうそう、一緒にあのカレーとか食べてた、で、あの犯人がくそーって言ってこいつをーって、最後あゆみちゃんが助かった後ね、この女ってどうやってもいいのか、その人どうするのって言ったら、ちゃんとね佐藤刑事を捕まえちゃったんですよ。せいやーガチャ、あ、これ疲れるよ、これ物前できるね、どうするの、あっえいやーそう投げてたね、そう、えいやーそんな感じで、あの華麗なアクションも見れますし、あのね、あの人間らしさみたいなのも今回すごく出てると思うんで、まあ、いろんな、まあ、本筋を見てたら、あのストーリーは絶対わかると思いますし、あのマネージャーさんが冒頭で気づいたように、あのコナンになった気分で探偵たちのレクイエムということなので、皆さんも探偵になった気分でぜひあの物語を進めていってくれたら面白いんじゃないかなと僕は思います。まとめたつもり、まとめましたまとめました、よかったです、そうだよ、はい、あ、これ言うの忘れてたわ、マネージャーさんがどうしてもこれ言ってくれって言ってたやつ、何だっけ、あったっけ、その最後さ、あれ怪盗キッドいたんだで平時気づいてなかったじゃないですか、でコナンがいたよずっとなって言ったら言うじゃないですか、その後にスマートなセリフ言った後のビーズからのビーズさんですね、ビーズさんビーズさんといえばもう名探偵コナンの印象ですよね、あのあそこいいんですよ、いいところがかかるんですよ、ジャンジャンジャンじゃなく、揺るぎないもの一つがかかります、揺るぎないもの一つ抱きしめよう、ほんと怒られ、めっちゃ怒られたらいいよそれ好きなの好きなの、あの声出ないから好きなの、ビーズさんかっこいいじゃん、だってしかもビーズさん今さ知ってる、なんか無料であの配信されてるの自分の、確かビーズさんもやってますよね、そうなんですよ、だから皆さん、あの、まあ、コナンといえばやっぱ僕の中で倉木麻衣さん、あのビーズさん、相内里奈さんみたいな印象なんで僕の中で、はい、あとザードさんとか、はい、あのやっぱ印象なので、ぜひ皆さん、あの今ねアーティストの方々もいろいろ無料でライブ映像とか配信されてるみたいなんで、あのぜひ聞いてみてください、はい、というわけでこんな感じですね、はい、こんな感じ、どんな感じだよでもこうやってね、あのコナンの映画を見ると新しく気づけることもあるし、そうやって主題歌を楽しむこともできるし、主題歌を聴いてそういうゲームにもね発展できるかもしれないので、いろんな楽しみ方法があるので、
ぜひ皆さん自粛ね、なんか伸びそうな感じでね、ニュースもやってるので、まあね、自粛するのもちょっと疲れるとは思うんですけれども、お家のお供みたいなものがね、エンタメもそうですけど、こういうアニメとかもいろんなもの含めて、コンテンツが結構やっぱ勇気づけてくれると思うので、皆さんぜひ、コナンね、これ明日日付変わったら見れるので、探偵たちのレクイエムを中心にぜひコナンも見つつ、ね、いろいろポケモンだったり、もうドラマでもいいです、何でもいいです、もう CD でもいい、みんなぜひね、エンタメに触れて楽しく過ごしていってください。はい、こんな感じです。